介護支援専門員、ケアマネジャー。介護支援専門員とは、都道府県知事の登録を受け、介護支援専門員等のコースを受けている者を言います。一定の実務経験を有する者で、都道府県知事が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が行う研修の過程を修了した者が、登録を受けることができます。介護支援専門員等の有効期間は5年間です。有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、都道府県知事が行う研修を受けなければなりません。更新後の有効期間も5年間。例えば、ケアプランを作成するのが、介護支援専門員です。その他の仕事としては、被保険者からの相談に応じ、その心身の状況等に応じ、適切なサービス利用をすることができるように、市町村やサービス事業者等との連絡調整を行うこと等があります。指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに配置が義務付けられています。登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした者等は、登録を受けることができない。都道府県単位での登録となるため、他の都道府県のサービス事業者、施設の業務に従事する場合には、登録の移転が必要となる。サービス事業者等。1. 居宅サービス事業及び介護予防サービス事業を行う者、事業所ごとに、並びに介護老人福祉施設の開設者は、都道府県知事の指定を受けなければなりません。2. 介護老人保健施設及び介護医療院の開設者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。3. 地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を行う者の指定は、事業所ごとに市町村長が行います。4. 前期1から3の指定、許可の有効期間は6年間です。6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。なお、指定、許可を受けた者が、その事業を廃止、または休止しようとするときは、1ヶ月前までに届けれなければなりません。申請者が、社会保険確保、徴収法により申す義務を負う保険料等の滞納処分を受け、3ヶ月以上の期間にわたり、納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き、滞納している場合等は、指定、許可を受けることができない。市町村長が指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事への届け出が必要とされる。有効期間。介護支援専門員等5年間。事業者等の指定等6年間。指定等の主体。原則、知事の指定。介護老人保健施設と介護医療院は知事の許可。地域密着型と支援事業は市町村長の指定。公費負担等。介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用は、次のように公費と保険料によって賄われています。A、介護給付、予防給付の費用負担。公費 50%、保険料 50%、国の定率負担分の、居宅給付費は100分の20、施設等給付費は100分の15、国の調整交付金の、居宅給付費は100分の5、施設等給付費は100分の5、都道府県の、居宅給付費は100分の 12.5、施設等給付費は100分の 17.5、市町村、一般会計、の、居宅給付費は100分の 12.5、施設等給付費は100分の 12.5、第1号被保険者は、100分の 23、第2号被保険者は、100分の 27、調整交付金とは、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別、及び所得の分布状況等を考慮して、国が市町村に対して交付するものです。現在、介護保険事業の義務に要する費用、義務費、について、国庫負担は行われていません。B、地域支援事業の費用負担。国の定率負担分の総合事業は、100分の20、総合事業以外の事業は、100分の 38.5、国の一定の交付金も、総合事業は100分の5、都道府県の、
総合医療は100分の 12.5、総合医療以外の医療は100分の 19.25。市町村、一般会計の総合医療は100分の 12.5、総合医療以外の医療は100分の 19.25。第1号被保険者の総合医療は100分の 23、総合医療以外の医療は100分の 23。第2号被保険者の総合医療は100分の 27。介護給付費交付金等。第2号被保険者の保険料は、次のように一括納付され、交付金として各市町村に対して交付されます。1、社会保険診療報酬支払基金。支払基金は、年度ごとに、医療保険者から、介護給付費、地域支援医療支援納付金、納付金を徴収します。医療保険者は納付する義務を負う。2、支払基金は、市町村に対して、介護給付費交付金及び地域支援医療支援交付金を交付します。この交付金は、上記1の納付金をもって当てます。保険料、第1号被保険者の保険料。市町村は、介護保険医療に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む、に当てるため、第1号被保険者から保険料を徴収しなければなりません。保険料の付加期日は、当該年度の初日です。保険料徴収の方法には2つあり、特別徴収、年金からの天引きによる徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収、市町村の納入の通知による徴収の方法によらなければなりません。普通徴収について、その納期は市町村の条例で定めます。また、世帯主及び配偶者の一方は、保険料の連帯納付義務を負います。市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができます。保険料、第1号被保険者、特別徴収イコール、老齢、退職、障害または死亡を支給理由とする年金給付であって、政令で定めるものを年18万円以上受給しているものについては、当該年金から天引きする形で徴収する。普通徴収イコール、上記以外のものについては、市町村が個別に直接徴収する、高額振替や納付書により申す。第2号被保険者イコール、被保険者が加入している医療保険者が医療保険料に上乗せする形で徴収し、支払基金に納付金として一括納付する。市町村は、公費、一般会計、で低所得者である第1号被保険者の保険料を軽減し、国がその費用の2分の1、都道府県が4分の1を負担するものとされています。保険料、納付金その他徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過した時は、時効によって消滅する。保険料、その他徴収金の選手特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。審査請求。次の処分に不服がある者は、各都道府県におかれる介護保険審査会に審査請求をすることができます。1申請。1、保険給付に関する処分、被保険者等の交付の請求に関する処分、及び要介護認定または要支援認定に関する処分を含む。2、保険料、その他本法の規定による徴収金、財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。に関する処分。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、文書または口頭でしなければなりません。また、処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができません。介護保険審査会は、被保険者を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、及び公益を代表する委員3人以上の委員で組織される。委員は、都道府県知事が任命する。要介護認定、要支援認定に関する処分の審査請求の議件は、公益を代表する委員のうちから、
介護保険審査会が指名するものをもって構成する合議体で取り扱う